そんなことはいいから。どこ行く、めぐるくん。とりあえず休み時間だから一人くらいしか聞けないと思うけど。そうだな。それじゃあ1年生に聞いてみようか。上級生の噂とか聞いてるかもしれないし。オッケー、そうと決まれば早速行くわよ。ちょっと待ってよ。何やってるの。時間がないんだから急がないと。わかったよ。どうしたの、急に止まって。あれって1年生よね。うん、そうじゃない？ナイスタイミング。なんか怪しそうだし、あの子に聞こう。ねえねえ、新聞部なんだけど、ちょっといいかな？なーに見てるのよ。気がついたわね。あのね、今朝起きた事件のことなんだけど、なんか心当たりないかなって思って。被害に遭ったのは雄一郎という人みたいなんだけど。え？あ、私あんまりわからないです。テニス部の先輩しか知りませんし、すみません。そっか。じゃあ今なんでそんなに夢中になって見てたの？騒ぎになっちゃったりしたら、うん、先輩今度転校しちゃうそうなんです。転校。
ても立ってもいられなくて、なんとか気持ちだけは伝えようと思って。騒ぎにならないように手紙にしようと。だけどいざ先輩を見てみると迷惑かなって思っちゃって、やっぱり渡せないです。とにかく伝えちゃいなよ。伝えてどうなるかはその後で考えればいいんだから。大事なのは今よ、今。悩んでないでさ。でも私のことなんか。言わなくてモンモンするより言ってすっきりした方がいいに決まってるでしょ。そうですね、わかりました。今度勇気を出して言っちゃいます。あ、それと騒ぎにしたくないなら誰もいないところで伝えた方がいいわよ。あ、どうしてですか。それはね。とにかくそうした方がいいよ。あ、はい、わかりました。ありがとうございました。なんかすごい子だったわね。あ、もうこんな時間、授業始まっちゃうよ。しょうがないわ、あとは昼休みに続けましょう。授業が終わったらまたここに集合ね。了解。ここら辺で待ってればいいよな。まさか。いやー、食べた食べた。めぐるくん、もう来てたんだ。もう来てたんだって、お昼食べてきたの？当たり前じゃない。終わったと同時に行かないと幻のプリンクリームパンはすぐなくなっちゃうのよ。でも授業の後集合って言ったじゃない。私にとってはお昼ご飯も授業の一部なのよ。それじゃ時間もないことだし、早速始めよう。で、どうしようか。とりあえず、2年に聞いてみよう。まあ、同学年だし、聞きやすいもんね。じゃ、早速聞き込み開始。やっぱり時間的に人がいないわね。そうだね。ん？ねえ、立花さん、あの人に聞いてみたらどうかな。え？ああ、なんか暇してそうだしね。ちょっと聞いてみましょう。あの、すいません。新聞部のものなんだけど。
今、昨日バスケ部の部室で起こった事件のことを聞いてるんだけど、何か知らない？その僕は生物部だし、あんまりそっちの方は。噂でもちょっとしたことでもいいから。そう言われても。バスケ部、あ、そういえば、そういえば？バスケ部でいじめがあったって友達が言ってた。先輩に殴られたとか、タバコの火を腕につけられたとか。そうなんだ。その先輩が誰だか言ってなかった？雄一郎とかいう名前で。ただちょっと耳にしただけだから。何か隠してない？いや、別にそんなことないよ。そんな風に焦るのが余計に怪しいのよ。本当、事件とは関係ないよ。ただ、個人的な。何かあるのね。よかったら話してくれるかな。事件に関係なくても力になれるかもしれないしさ。僕、もうすぐ転校しなくちゃいけないんだ。転校？だけど行きたくないんだ。できることならここにいたい。ずっと。転校先でうまくやっていけるか不安なのはわかるよ。僕も今年転校してきたんだけど、でもきっと行った先でも楽しいことはいっぱいあるよ。行くことに不安なんかないけど。好きな子がいるんでしょ？星だったみたいね。それで相手は知ってるの？あなたの気持ちを。何よ、まだ何も言ってないの？そんなんで悩んでるなんてさ。でも女の子にどう接していいかわからないし、それに彼女運動部だから、こんな文化部の僕なんかに。どうだっていいのよ。とにかく伝える。全てはそれからでしょ。何もしてないのに悩んでるなんて無駄よ無駄。分かった？じゃあそういうことだから、自分でそうやって勝手に決めつけないのよ。そろそろ休みも終わっちゃいそうだよ。そうね、あとは放課後にしましょう。今度はちゃんと終わったらすぐ来てよね。わかってるって。それじゃあ戻ろう。
今度こそすぐ来てくれるよな。いやー疲れた疲れた。ちょっと今まで何やってたの？何って掃除よ掃除。授業が終わったら掃除するのが当然でしょ。たまにするのもいいわね。っていつもサボってるじゃないか。なんでこういう時に。もしかしてわざとやってるでしょ。そんなことないわよ。私だって早く聞き込みしたいって思ってるんだから。次はどこに行くの？なんだかうまくはぐらかされてるような。早く5、4、3。わかったわかったってば。寮に戻ってみたらどうかな。もう帰ってる人だったらゆっくり話してくれると思うし。珍しくなかなかの回答じゃない。珍しくっていつも僕に決めさせてるじゃないか。じゃ早速行きましょう。これはどういうことなのかしら。結構帰ってきてると思ったんだけど。でも誰もいないじゃないのよ。私は思ったのよね。時間が早いからこうなんじゃないかなって。これだから助手は。さっき自分だってなかなかの回答って言ってたじゃないか。そう持ち上げてもまだ早い時間だってことに気がつくかテストしたの。言って教えるのは簡単よ。でもそうしたらめぐるくんのためにならないでしょ。だから私はぐっと耐えて。ということでもう他のところに行った方がいいみたいね。時間がもったいないし行くわよ。ちょっと待って、あの子って確か…え？ああ、あの時の！もしかして告白しに行くんじゃない？人の告白シーンなんて滅多に見られるものじゃないわ。行ってみましょう！ちょっとやめときなよ。君こそ。いえいえ先輩の方が。いや君の方が。ああもう何してるのよ。さっさと行っちゃえばいいじゃない。ダメだって。おとなしくしないと気づかれるよ。
先輩が転校しちゃうって聞いて、いてもたってもいられないで、いつも頭の中でそのことばっかり考えてて、そうしてるといつの間にか寝ちゃってて、でもでも起きてる時はいつも考えちゃうんです。それは先輩が転校しちゃってもきっと気持ちは変わらないと思うんです。だからダメでもいいから伝えたかったんです。好きなんです、浜田先輩が好きなんです。誰が何と言おうと好きなんです。ごめん。そうですよね。転校する間際にそんなこと言われてもしょうがないですよね。でもちゃんと伝えられて私は違うよ。え？ごめんって言ったのは、その悩ませちゃってごめんっていう意味で、僕がちゃんと言わなかったから。それなのに、ありがとう。僕もそのずっと君のことを。何はともあれ、よかったんじゃない？そうだね。ま、これも全部私のおかげよね。恋のキューピッドってやつ？キューピッドっていうよりか、小悪魔って感じがするけど。なんか言った？なんでもない、なんでもない。とにもかくにも、転校してもうまくいけばいいわね。あ、そういえば聞こうと思ってたんだけど、僕が本当の転校先に行こうとした時、どうしてあそこまでして引き止めてくれたの？何よ、いきなり。いや、今回のことでなんとなく思ってさ。ほとんど短い間しか会ってなかったのに、どうしてかなって。それは新聞部を創部させるためにはメンバーが増えてくれないと。いつも用なしって言ってるじゃないか。それにまだまだ部に入れようと思えば人はたくさんいるし。そんなこともう覚えてないわよ。だったらなんでさっきすぐに新聞部のメンバーを増やすためとか言ったのさ。
その時の気分だったってことで。理由になってないんだけど。ああもう昔のことはどうでもいいじゃない。肝心なのは今よ今。ちょっと待ってよ。